皆様ごきげんよう。タイピング VTuber のことです。今回なんですけども、フィンガーさんの最後のワードブレイカーのイベントでランキング3位に入ることができて、で2023年4月から大型ビジョン、3位、フィンガープロモーション映像出演権、こちら今東京に私が出てますので、それの話をしていきたいと思います。で、放映は2023年4月、東京の、新宿3面に出てますと。で、今回リスナーさんが、視聴者の方が実際に撮ってきてくれたらしいので、それを見ていきたいと思います。で、その前に、応援してくださった方、なんとか3位に入れまして、で、こちらですね。こっちか。今回、佐久間ラビさん、ガオアシナさん、鳴海優さん、私、イザナミさんの5人が決勝。で、まあ、33名の方に応援していただいて、無事3位で大型ビジョン出れましたと。なので、応援ありがとうございました。これ全部映ってるかな？で、それでは今からビジョン映像を見ましょう。まずは2つあるので、まずは大きい方から。で、次はちょっと拡大して、こうしようかな。見ていきましょう。ってことでちょっと感想を述べていきたいんですけど、まあもう大満足ですね。3位っていう短いビジョン放映時間の中で、まあ、ここまで、なんかフィンガーさんのビジョンの制作担当の人のセンスがすごいですね、これ。で、まあ、今回からまあ、自己紹介風の PV ということで、これワードロイド1位の後藤くん、ワードロイドの大会も1位、大型ビジョン出てますので、秋葉原で、その時の記念ステージの後藤くんと、まあ、クイズと、で、これ面白いのが、マイタイピング採用されましたね、これ。なので、アルタビジョン、新宿行ったら私映ってますので、よかったら見に行ける人は見に行ってみてください。マイタイピング採用されたの笑いました。 なので個人的にはもう大満足ですね。3位なんですけど、これだけ短い時間で。ということで、お疲れ様です。